ズームイン。ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。前橋市の中島さん、元気ですか？ありがとうございました。ということで、ですね、まあ寒い日が続いています。今年の冬は寒いんでしょうか。皆さん気をつけましょう。今日紹介するのはこの、もともとレッドウィングのスーパーソールがついていたブーツなんですけども、まあ、スーパーソールは摩耗に強くて、まあ、クッション性もあっていいんですけど、まあ、修理できないっていうふうに思われている方もいるんですが、こちらのスーパーソールのブーツでした。それを、中底を削って中底を取り付けまして、で今回ビブラムの1136を貼ってみました。仕上げにオイルアップしてみたんですけども、どうでしょうか。スーパーソールのレッドウィングをお持ちのお客様、これをブログを見てる方、治んないと思っている方もいらっしゃると思いますけど、当店は過去の実績もあります。やってみました。こんな感じになります。どうか一つ、スーパーソールの修理、手前にカスタムですね、うちによろしくお願いしたいと思います。ということで、ホップでした。寒い、またね。健康診断行ってきたよ。